気です。戻ってくぜ。全力投球。快晴、天気最高です。さあ走ってきます。気持ちいい天気です。公園っていいね。快晴です。おはようございます。いや今久しぶりにランニングをして、いいっすね。やっぱり汗かくの暑いっすね。夏でやっぱ太陽のね光浴びると光合成できて元気出るね。で今岩の上で瞑想して大地のパワーを浴びて先導エネルギーチャクラ充電中です。ということでね今日はね、病み上がり、3日目ぐらいでやっと体調回復したんで、ランニングしてきました。でねまたこのコンタクトつけてたら右目がまた充血しちゃってちょっと目の調子最近悪いっすね。もう一回眼科行ってちょっと目薬もらおうかなと思います。で今日夜にね藤沢の方のエイトホテルっていうなんかサウナがいい感じのホテルに泊まる予定でちょっと一人でプラッと一人旅行ってきたいと思います。でその前に、友人のね南ちゃんっていう女の子がやってる南ジュエリーっていうブランドの展示会に行くので、であと今日あれだねゴルフのレッスンに今日初めて行ってきたいと思います。ちょっと動画撮れたらね撮りたいんですけど、もう何はともあれゼロからのスタート全くやったことないんでちょっと楽しみですね。ということで今日も一日全力投球で楽しんでまいりましょう。アリ、今日の朝食はビフィックスヨーグルト、ほんのり甘い。一旦眼科に向かいます。でねこのちょっとナイスネスのパディシャツよく見たら一番下のボタン破けてました。ショッキング。まあ気にせず行きましょう。さあ今日は帰ってきてこのフォルメのローファーの動画を撮影しています。ちょっとデザートにセブンイレブンで買った冷やしくずまんじゅうを食べたいと思います。よし。さあ今フォルメのローファーの動画撮影1本終えました。いい感じです。見てくださいね皆さん。いやしかし眼科に行ってまた目がちょっと充血しちゃうのでしばらくまたメガネ生活ということでコンタクトちょっとお休みっすね。いただきます。美味しそう。プルンと冷やしくずまんじゅう。うまい。夏にいいね。さあこの間買ったノースフェイスのパンツと T シャツでゴルフのレッスンに行ってきます。しかしめちゃくちゃ暑い今日。
さあ着きました。ドゥーワンゴルフ行ってきます。体験レッスン。おやさんどうですか。はい、まあなんかなんぼちぼち。ぼちぼち。楽しいですか。そうっすね。まあ、当たるなみたいな。なんかたまにこうど真ん中に当たった時の感覚ってわかりますね。なんかこうなんとも言えないこうなんとか。そうですね。うん。まだそんな。いいですよね。はい。そう、よくなった。あ、最高、はい、最高。ありがとうございます。こんだけ当たれば最高。はい。でも本当にもう全然当たんないもん。駅伝やめようかなって言ってないですけど。まだ、なんか、こう、ちょっとしか、いかないじゃないですか。そうですね。でも、これは難しいんですよ。ある意味、はい、2、3センチずれちゃって空振りのスポーツなので。はい。でも、直樹さんもなんかいろいろやった。あ、はい、サッカーだ。あ、すごい。お、今なんかどうですか。なんか来た気がします。来たりね、はい、いいじゃないですか。おただ、直樹さんもうちょっと打ったらちょっと休憩しましょう、はい、意外と疲れてるもんですから。足が来ますね。そうなんです。で、同じ形でこう来ますんで、はい、ちょっと面倒になりますので、さあ、初のゴルフレッスン行ってきました。なんとかね、球には当たりましたね。でもまだまだちょっと難しいですね。ちょっと通ってゴルフコース回れるようにやっていきたいと思います。さあ、一旦帰って着替えて出発です。友人のジュエリーの展示会に行ってきます。暑いね。さあ、九段下北の丸公園、いい建物ですね。しかしめちゃくちゃ暑い。動画を撮ってました。暑すぎる。日傘
チアージレッドブル。藤沢駅に到着です。ホテルへ向かいます。いやー、リアルメガネです。今ね、藤沢駅に着いたんでホテルへ向かいたいと思います。お、焼き豚いいね。一人飲みしようかな。さあ、ありました。今日泊まるのはこちら8ホテル。サウナがあるみたいで、カップルがね多いらしいんですけど、お客さんに聞いていいですよっていうので行ってきます。709、一人旅です。綺麗ですね。綺麗な部屋です。8ホテル。ちょっと荷物置いたら飲み屋にでも行こうかなと思います。なるほどね、こういう感じね。この電気はどちらですか。奥の電気はないのかな。ないことはない。よっしゃ、今ホテルに到着しました。明日ね、茅ヶ崎の寒川神社にまたね、ちょっとこう整えルーティーンで行こうと思ってまして、でせっかくだからね、茅ヶ崎とか湘南の方で一泊して、そのまま朝向かおうかなと思って、今日藤沢の8ホテルというのにやってきました。ここね、こちらのホテルね、お客様に勧められて、なんかめちゃくちゃでかいプールに映えるサウナがあるみたいで、結構カップルが多いらしいんですけど、謎に一人で来ちゃいました。藤森慎吾さんとかも来てたのかな。なんかちょっと撮影できそうなんで、ちょっとサウナ一人なんだけどね、撮れたらサウナのところで撮影したいんですけど、まあ、撮れなかったら撮れなかったね。で、あと今から1時間ちょい後からなので、ちょっくらね、ちょっと一杯ぐらいビール飲んで、近くに焼き豚の店があったんで、ちょっとそこで一杯引っ掛けてこようかなと思ってます。それではアリ、ここにしよう。南口焼き豚、藤沢大衆酒場。
さあ、帰っていきましょう。今からサウナスパ行っていきたいと思います。アリベデルチ。このサンダルに履き替えて。渡り廊下を抜けると目の前に広がる水色の洞窟。いいね、いい感じや。いいよ、これ。おお。サンセット整いました。エイトホテルのサウナかなり良かったです。次は女の子と来たいね。オロポ作ります。ということで整ったので今日はもう寝たいと思います。また次回の Vlog でもお